上裸ならないですか？上裸になります。お願いします。お願いします。いやいや手ぶれ感いらないでしょ今の上裸に。腕を追うんですぐ。あーもうこれモザイクっすわ。こんな感じでいきます。はいはい、どう緊張してるくせに。いやでももうあと本当に30秒ぐらいですよ。でも実感わからんよね。そうなんです。もう始まるっていう。もう行くんだっていう。ねねね。なんか選択乗りとか、もう何十秒か来てください。選択乗りと降車が何秒です。改めまして、生放送中に、元カノが僕の部屋をディレクターに勝手に開放していたことがある、どこで放送アナウンサーの吉田ひたのりです。今夜のゲストは、YouTuber の皆様に入ってきていただきました。それでは自己紹介からしていただいてもよろしいでしょうか？はい、はい、では、まずはお願いします。水溜り物のカンタです。はい、トミーです。よろしくお願いします。お願いします。すごい、あの色が白くてほっそりとしたカンタさんと、はい、髪が長めで、はい、東南アジアのお金持ちみたいな。確かに僕マレーシア生まれなんですよ。え、逆なの。こんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。ウィン。渋谷ジャパンです。お願いします。お二組は知り合いですか？一応僕は後輩になるんですか？でも知り合いとは言いたくないです。なんで明らかに放置したじゃん。かなり緊急事態の。さらにそこに一人こうひょろっとした、もう僕通称ごぼうって言われてるんですけど、ごぼうみたいな男性完全に今あの女子のいない合コンすごい地獄のような。でこれで今用意したものを使って、今生放送中のスタジオで、スライムを作ろうと。はい、スライムを使って何かやると。あとはね、あの粉とかをまぶしてあげると手触りが良くなる。そんな、あ、じゃあ和菓子みたいなスライムとか作れるんですか？手にくっつかないようにするには、なんかそのなんかベビーパウダーみたいなのをつけると手にくっつかない、はい、職人だ。ハブタイプじゃん。子供とかが遊ぶようにはやっぱ触りやすいよね。いいお父さんになるね。スライム作ろうと。僕ら不慣れなんで、あの、はい、スタンダードなやつ作ってきてる。あ、わかりました。プロですから。でも残り6分、ここでもう入れちゃった方がいいね。なんかまずデンジロー先生のお弟子さんに習ってる。そうなんですよ、僕ら。あー、そっか、時期科学の人たちに習ってるんで。何見せられてるんですか？すいません、もう思いっきり口数でいきます。いきますよ。口元、ええー、耳にスライム入ってるよ。そんなに出ます。今目の前にやろうか、血が飛んだと思ったら、俺血が緑になったと思ったら全部スライム。ただ一つだけ言えるのは、確かにあんまり痛くない。すごい、なんかあの風浪みたいだね。あの妖光貴族がこうあの封筒に封をする時のローブ。ダウンスイングな感じとここ当てて、はい、思い切ってください。わかりました、くださいっていうのやめてもらいます。じゃあそれでは行ってみましょうか。行きますよ。それではトミーさん、はい、内藤さんの、スライムがべったりついたお尻に向かって、あ、怖い。3、あ、2、はい、1、どうぞ。すいません、あ、ああ、痛い。あの、じゃあ、あの可能な限りマイク近くに持ってきますんで、ぜひ一言感想を。いや、ちょっとすいません。トミーありがとう。いや、なんなんですか。なんなんですか。何言うと、チルゲー試食メイン。大丈夫かな。大丈夫でしょ。なんで俺撮ってんだよ、メインで。おかしいだろ。これメインで出すんで、明日。なんでで、恥ずかしい。シートや。ということで。ラジオありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそご出演ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかった。最後片付けまでしてくれるところが、いや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 、いい人たちだなと思って。当然ですよ、それは。違ったサプライズゲストというか。ああ、そうですね。いいですね、そのラジオもそういう感じがいいですよね。いきなり乱入とかもあったり。ああ、ありますもんね。近いところでやってるんですよね。下の頃ですよ。ああ、でもまさに1時15分ですから。生放送僕は始まったばっかりで、今下で指原さん喋ってます。そうですね。そっかそっか。結構昔から、うん、本当に YouTube 始めたての頃から仲良くさせてもらってて、僕らもお世話になってるんですよ、本当に。今日絡んでみてみたいなところ。あ、でも YouTuber の人たちはみんな、あ、喋りが面白いから人気 YouTuber なんだっていうのが一つ分かりました。あ、本当ですか。1週間やってみて、基本的に喋れない人はやっぱり人気出る人は喋れるんだっていうのはすごい、ああ、改めて分かりましたね。なんかプライベートであんまり話さないけど、動画が回るとすごい饒舌になるっていう YouTuber さんとかもいるんですよ。待って、分かったんですけど、はい、超忙しいでしょ YouTuber の人たち。そうですね。
一つ分かったのが、動画上げる以外のことがほぼできなくなるじゃないですか。あ、意外と分かんないところですね、それって。え、そうなんですか。いや、なんか、あ、大変さが見えない、見えないですね。でそれで分かったので、あのなんかこう、売れて金と女とみたいな人は、基本的に YouTuber になれないってことなんですね。ああ、そうですね。その時間ないですからね。すごい、だから、なんだろう、あの、すごい、いい若者たちみたいな。華やかそうに見えるだけっていう。ラジオ聞いてほしいと思いましたもん。ね、ああ、よかった。ありがとうございます。いや、だから何回でも出たいです。本当に楽しかったです。本当にやりましょう。やりましょう。ぜひ、報道よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。